富山県の黒部ダムでは恒例の観光放水が始まりました。このダムは日本一の高さで186メートルあって、はい、シーズン中には100万人が訪れるということですね。晴れた日は虹もかかるということなんですよね。いいですね。